シュトレーナープリッシュ食べる。確かに癖もある。始まったよ。え？始まったよ。始まった？いえ、本人いないけど。携帯の田中玲奈ですって言えない。できた？すいません、作家の中島です。ちょっと今田中玲奈さんがですね、今すごいよ。誰やがすごいぞ。真ん中誰やが。いや、田中玲奈ですって言ってついて。田中玲奈です。初めまして、初めまして、田中玲奈です。違います。このショールの、はい、はじめまして、田中玲奈です。玲奈です。やめて、中島さん。すみません、この番組の作家の中島です。でも本当は田中玲奈です。ちょっと今田中さんがね、田中玲奈ちゃんが照明にこだわってましたよね。照明にこだわってます。違うの。ちょっとこれで、ね、見てる方に言いたいのが、もうね、かれこれ10分15分、いや、やってますよ、このくらい。照明の当たり方に問題があると、あ、来た。白。そうなんだ。もう玲奈ちゃん。俺らの思ってることをレイちゃん一言まとめて言っていい？ダメ。ダメなんだ。じゃあもうちょい待とう。待とう。じゃあパソコン綺麗ですか、うちに。俺こういうなんか針金みたいなのずっといじってるけどいいの？すみません。ちょっとレイちゃんのさ、針金でお尻見せを作ってる。あ、本人来て本人。なんかやっぱりブス。大丈夫ですか？大丈夫だって。これ皆さんが大丈夫って言わない限り始まんないから。絶対思ってもブスって言うな。頼む。正面なんかどう、正面どう、ね、ああみんな行くよ。これはい、これとね。はい、これね。時差あるけんね。うん、これとこれやっぱ違う？どっちがいいの？皆さん。違う、どっちがいいとかない。違うかってこと。そんな変わらんけどね。うん、変わんねえとの意見が。この照明、はい。どっちも同じ。あと、お前らどっちも同じとか言うな。最後の方が良かったとか、次の方が良かった。それを15分やってんだもん。え、マジ変わらん。この充電もったいないっちゃけどじゃん。いや、でも充電はいいんじゃない。いや、もう今日は、もうこのままだと中島さんちょっとどいてください。はい、よかった。ほら、今のがいいって言ってるからね。来たやっと来たよ。どうも本人。はい、自由時間始まりました。始まりましたよ。マグリーだよ。モイセだよ。サワジーだよ。サワジーサワジーって何だ。ヤドゴロサワジー。ああ、今日ちょっとスペシャルゲストで鈴木さんも見えんね。これギフト。そうよ。ちょっとね、始まりましたけども、ちょっとごめんね、遅れちゃいまして。毎回恒例の。そうですね、遅れてるけど俺ら8時前に入ってる。そうなのよ。あの、入ったよ、ちゃんと早く。スタンバイはめっちゃしてるんですよ。何なんだ、気づいたらもう10分前で。そっからレイナちゃんの照明調節が始まりまして、15分ぐらいあるから、だから15分ぐらい、ね、ちょっと待って、はい、今日も家族で見てるやついるな。マジ。おい、あー、で消える。家族で見てるよ。なってんだろ、いい、こっそり見ろって。ね、ちょっとね、待ってよ、うん、みんな待って、ちょっとまだ始まってないけん、この番組は。いや、始まってるよ。ますよ。え、違う、もうこのコメントが邪魔く。コメントの、あ、確かにね。ああ。伸びてるね、今。伸びました。ああ、すごい。おお、使えるようになっております。おお、素晴らしい。いい。でそうすると順位の人が見えなくなっちゃう。後で見ます。ちなみに、はい、もうランキングみたいな、これはもう始まってるの？待って、ねえ、なんかおかみさんの割合の方がちょっと多くない？こっち、鈴木さん、ちょっとこっちやらんかいいよ。その立ち位置も全部レイナちゃんにさっき言われたところだった。全部指示通りに俺ら、そう、俺らマリオネットだからな。生存の狂いなく。え、なんかやっぱりさ、レイナが入るとさ、もうちょっとズームにしていい気がせん？まだこだわんだから。バカっすか。もういいっすよ。いいですっていうフリスクで済んだ。あのね、みんながやんなよ。せっかくね、こうやってね、みんなに配信される動画がね、画像がね、可愛かったりかっこよかったりするのが良くないですか？いや、そりゃそうよ。そりゃそうだけどさ、だって一日でこんなにたくさんの人に見てもらえるってことがないよ。だとしたらそれは本番前にやろうぜ。そう、やってた。それが間に合わない。学習して、じゃあもう今度は30分過ぎたらやろう、この照明調節。だから8時半から照明調節やろう。で、そうだね、で20分かけても10分余るから放送。それかもう経費でもうちょっと割り振ってどうにか、僕らもうあれしないで、もう照明さんを雇うか。本気のね。本気の、うん、それはダメ。それダメです。経費はあんまりかけない。ありません、1円も。ダメです。ダメです。ボランティアでやってくれる人いたら来てください、照明を。ね、みんな来てくれそう。でもちゃんと職業が証明。そう、職業証明ってちゃんと税務署に出してる人ね。
今日何するんですか。今日中島さんスタートですね。 OK もう、うん、スタートしよう。もう照明今日はこれでやってみよっか。はい、うん、あでも映像横広くなくないですか。違う縦長くないですか。あ、うん、何ですか。縦長くないよ。普段よりね。コメントでもあった、うん、今日直ってるみたいな言ったんですよ。直してって、うんうん、やっぱ直せばね改善できる。何もかも、うん、そうだよね。だから事前にやっといたからね。そうだけど照明もきっといずれ良くなる、うん、そうよ。俺らも結構これ照明ゴールだと思ってるけど。いや分かる分かる。ダメ、またレナちゃん。なんかはい、レナの顔病人みたいな。もういいやん。ほんと色青白い。ダメよ。そう、もうめちゃくちゃ可愛いから大丈夫。うん、もう大丈夫ね。みんな可愛いよね。可愛い。レナちゃん可愛いね。今日もね。いいよ。ほら、いいよ、もういいよ、うん、まあね、うん、今日もまあほら、いっぱい来て、いっぱい来て。ねえねえねえ、やっぱさ、これさ、うん、横広いかな。え、でもさ、ほんとそうじゃない。見て、だって自分の横広いよ。いや、俺はそういうの気にしたことがないから。違うじゃん、ねえねえちゃん、3人映ってりゃいいんじゃないの。ダメよ、もう極の1人映ってりゃいいのよ、もう。じゃあ、だからちょっとカメラ遠くする、もうちょっと今したら、なんかそういうの気にならないんじゃない。ダメ、いい、このままでしょ。なんだよ。中島さんのパソコンちょっと見せてもらっていいですか。あ、そっちの画質がいい。これ画質が悪い。何なんだよ。どうすんだよ。どうしたいんだよ。ちゃんと見たいだけ。ほら。え、綺麗やん。もう綺麗じゃん。めちゃめちゃ綺麗じゃん。じゃ、これだよ。このパソコンがいけないんじゃん。そもそも。うん。かわいそう。これ借りていいですか。今日じゃあこっち見させてもらうよ、ちょっと。そうしよう。そうすると作家が何もいじれなくなるけど。だって何いじります。いや、仕事ないだろお前なんかにっていう。あ、すごい遠回しの。中島だっけ。島どもいいか。いや、すごいね。あ、もうタグ G がめっちゃ前に出てる。ねえ、みんなさ、みんなちょっと聞いて。はい、うん、なんかまだ始まらん、なんかこの10分どうたら言うけど、うん、みんなこれ企画と思ったら大間違いやけんね。レーナはね、うん、なんかぬるっとね、みんなとゆっくり喋りたいだけだって、別にバラエティ番組をしたいわけじゃないんだし。それは言えてるね。そうだけど、みんなそういうこと求めんで。だから今文句言った人全員通報しよう。今まだ始まんないのかとか言った人全員通報だよ。やべえと思ってる。誰か分からんけど。そうだよ、うん、なんかね、自由にやりたいわけ。なんか、うん、そういうこと。サシズセンデレーなの。これ刺しでしたよ、通報だね。通報だよ、それは。自由時間やけん、それが嫌な人も見らんでいいけん。そう、田中警察だから、もうそれは。そうだな。うん。うん。全部、これは田中麗の国だと思ってね。うん。独裁、そうだよ、権力も。まったりでいいんだからね、もう。そう、何が正解じゃないの。麗奈ちゃんがやることが正解だから。そうだよ。やってこ。はい。何始める？さあ、ということで、今日は、何か、先週からやろうとしてたことがあって、はい。ゲーム。ミニゲームみたいなやろうみたいな。その前なんか嘘でしょっていう人狼をやったじゃん。つまらないと思う。まあまあ人数もあるんだけど。いや、あなたのせいですよ、それは。違うよ、なんかさ、あんたが私が人狼ですよ。じゃあ聞いてきて。それじゃなくてね、はい、人狼じゃなくて、うん、あのゲーム知ってます、うん、ボム、なんとかボム、タイムボムって違いましたっけ。カードで、あ、来た、うわ、うん、映った、来た、何だったの今の。何でね、今の何。だって充電もつながってる。ちょっと本当ごめんだけど、何でか分かんないから、もう一回なるかも。今のところ本当に分かんない。原因が解明できない。ソニーの CM でした。はー、そういうことにしましょうか。もうそうだね、レイナちゃんがそうだっていうのはそうなんです。おもろ、はい、よく切れるね。いやー、ごめんね、本当に。なんだっけ、ボムだ。ボムっていうゲームをレイナちゃんはやってたんだよね。レイナ、ボムって言ったの何だっけ。そうそう、それでなんか、まあいいよ、その話はつまらないし、やろう、早く。あ、やる、やってみる、もうやろう。何ですか。一応ね、トランプと黒ひげと、あとジェンガはあったかな、うん、だからなんか、まあ、罰ゲームかけてる。あ、そういう普通のゲームを今日用意してるの。そうそう、一応ね。へえ。ねえねえ、これ自由な番組とはいえ、照明の前横切り、横切り。スタッフさん、あ、確かにめちゃめちゃ照明の照明の前来たよね。確かに確かに、もうこれは新人 AD だとディレクターキスをめちゃめちゃ蹴られる。あ、面白い。てめえカメラの前でやつって。あ、面白い。させんって通報だな。両面飛ぶって。
な、なんでしたっけ、黒ひげがジェンガね、ジェンガかトランプ、黒ひげしますトランプだってちょっと地味見えんし、机が黒ひげは何かけるの、かけるっていうかなんか、あ、なんかかける勝負するってこと、なんかパシリみたいな、まあまあまあ、まあ、そうね、画面からオランクのアームがいいんじゃない、やめて、やめて、それはいけるっていう、それはいける、お金とか見てない、お金とか、あ、これさ、映んでんじゃん、映る、映るな、あ、だから何かを立たせなきゃ、なんか箱を持ってきた、じゃあさ、罰ゲームなんかさ、何系がいいかコメントで募集してみよう、いやいや、差し包んだらそれなのに、それはいいんですよ、あ、それはいいんだ、そうじゃなくて、だから募るのはいいんだね、こっちから、そう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 、あっちから勝手に言ってくるのかなって差し包んだとか言ってない、言ってか、こうかな、負けたら退場、変顔、モノマネ、おかわりのモノマネ、おかわりのモノマネやろうよ、おかわりのモノマネ、うん、まあまあまあ、まあ、いいよ、いいよ、じゃ負けた人おかまりのものはね、オッケー、あれ飛んだ人が負けるよね、そう、あ、いい手ですねこれ、いいだろ、じゃあやってみようか、剣は、剣はいっぱいあるよ、色と色違うやつですかこれ、じゃあれんちゃんかね、オッケー、すずは、すず何色なの、何でもいいよ、すずっていいな、すずっていいですね、広瀬すずか俺ただ、いや、やば超有名人、サワ、じゃあサワとかサワとかいいよ、なんかどう急に、何だっけこれ、あれよ、何イントロやる、何だっけこれ、レンナの歌よこれ、違う、絶対違う、そうて、ラベンダーやもん、そうて、絶対それしか流さない、偽りだ、偽り、偽りだろ、レンナの歌詞書いてあった、知ってたろ、知ってたよ、じゃあ行くよ、鈴木さんから時計回りにしよう、何でだよルール的に最後のそうかそうか、はい、今行っちゃった、知らない、はい、2個行っちゃった、2個行っちゃった、はい、待てそうなってくると俺きつくなってくる、はい、え、3個うち1人、いやいやいや、順番でよ、はい、どれだ、久々、はい、怖い、これ刺さってる、ちゃんと刺さってる、刺さってる、じゃあ前っぽい、いくよ、はい、終了、終了、ずるいって、いや最後に刺した方が、出なきゃ、出なきゃ、いってる、違うとこだったよ、バカだ、一回やだ、あと何個ですか、プレッシャー、ラスト、あ、ラスト1個、バカってねえんだって、ねえ、ね、あーあやりました、あ、いいリアクションしてる、いいですね、田中さんの、待って、まあ、待ってモノマネ50連発でした、50連発おかまりのマネちょっと待って、おかまりはどこまでしようかな、顔、だから確かに俺らが知ってるおかまりじゃないとこもあるからね、え、そうだね、そうだね、え、どういうものまねか言ってください、なんか卒業あります、じゃあおかまりのね、じゃあ何だろう、ああなるほど、なんとかなんて言っていいですよ、うん、え、なんとかな時なってこと、あ、なんでもいい、じゃあ喜怒哀楽は、ちょっと難しいじゃあ遅刻を言い訳するおかまり、そういうの、え、するじゃない、それはむずいよ、ないそれ、どういうこと、どういうこと、おかまりの顔ってそういうこと、うん、あー、OK、じゃあおかまりの歌い方、何の歌にしようなんか一番できそうなやつ、なんかね、小林さんの前でめっちゃモノマネしてたんですよ、何でしたっけ、小林さんのモノマネ、いやいや、小林さんの前でしたおかまりのモノマネ、なんかさ、歌のやつやったよね、で、ママやったっけ、ママに爆笑されたんですよね、え、ママに LINE したい、なったっけ、いや、自由すぎるよさすがに、え、ちょっとママ、なったっけ、ママ見てんの、見ようじゃないかな、まさか、タバコね、タバコは、前の家か違うよ、家か、家族は、ね、なったっけ、ママ、ママ、ママ、いないよ、ママ、それなのに携帯持ってきてもらっていいですか、マジで電話するけ、いや、コメント、コメントじゃない、LINE してみる、したしたした、え、面白かったね、何のモノマネしとっけ、すごいね、このテンポでモノマネいかない勇気もすごい、いや、ほんとそう、どんだけ食べてるんだよ、テンポでモノマネいかない勇気はすごいよ、もうだって、いや、もう
もう劇的にハードルしか ハードル釣ってんのに棒高跳びぐらいの。おかわり、ケータ、おかわり、これ。あ、ひどくならんわ。何のまね？おかわりの顔まね。こういう顔しない？こうやって笑わない？おかわりこうじゃない？だからこうよ。なんか熱い芋食ってるみたいな。やべえ、こうだ。もうおかみさんやめてよ。なんて言うんですか。おかみさんやめてよ。釣りばかりしないでよ。待って待って待って。おかみさん、おかみさん、おかみさんだって。じゃない？ねえ、もう名前言っていい？いやいやいや、もう当てちゃうんだから。ダメだよ。じゃあおかまいの聞いた後にすぐ言ったらね、じゃあ。だからこんなスパン長い罰ゲーム初めてじゃん。ああそうだ、ちなみにまた1位今のところ大地さんだね。おお、なるほど、大地さんいいね。大地さん誰、俺のファン。なんでねえ、分かったよ。強気なの。歌じゃないや、おかまいの、TBS ラジオの時に一人ずつ喋る回があるんですよね、その時のなんか喋り方が、なんかね、おかまいって普通なんかこう普通に喋る時って、なんかこう普通じゃないですか、分かります？何ですか？ああ、分かる分かる分かる。そんな感じしてるよ。じゃあ鈴木さん、うん、でもラジオの時にね、なんかその一人喋りを最初普通の喋った後に、なんかがっつりトークっていう釣りにかけたトークで、なんかお客さんから募集して、なんか釣りのポエムとかを読むんですよ。でその時のなんかトーンとかが、いきますよ。いや、皆さん始まりました。今夜もがっつりトークー。イエーイ。では今日は何々さんが送られてきた、ポエムを読みたいと思います。なんとかしゃべれる。なんとかなんとかなんだよ。はい、ありがとうございます。みたいな。もうありーなー。鼻にねめっちゃかけとけない。うん。かわいこぶってんの。いやわかんないですよ。なんかいやそうなんだろうね。絶対そう。なんかね普通に喋ればいいのになんかなんか鼻に。だから。はい、これ最後にラベンダーからお知らせです。だ、あゆみでマリオーって先週もやったけどね。違う、あとなんか先週からあゆみこれ分かる。だってなんかこうね、しかもすごい綺麗ですよ。はい、聞いていただいたのはなんとかかんとかで、なんとかかんとかでした。はい、では、全部はいそれやなーみたいなのをモノマネしたのママの前で。ああ、なるほど。あ、それか。いや、それで思い出した。多分 LINE 来たママからラジオって言えよそれ。あ、ごめん今来た。遅いよ。ごめん、大来た。やる前に言わない。すいませんすいません。あれ、あれね、そう似てる。でも似てるって来てるよ。声は似てないよ、あの感じね。喋り方ね。絶対入っちゃうんだよね、あの子ね、意外と。何、何か、え、大地さん俺のファンだ。なんで、嘘、俺だよ。大地さんは誰のファンかちょっと聞こう。大地さん俺だろ。はぁ、いいよ、いい返ししてますな、大吉さん。こっちが歯だけど、いやこれ文字でね。ちょっともう一回やろうよ、もう一ゲームやろうよ。これやる？うん。もう一回。黒ひげ？黒ひげやろうよ。面白かったの？まあまあ、レナちゃんやりたいけど、もう一回やる。だって、ジェンガって地味つないですか？ジェンガでもいいけど。どっちでもいいよ。いいよ、いいよ。じゃあ黒ひげやろう。時間。あれ？まだそっちやん。あるある。あれ？そんなね、サザンケン多分いいよ、やろ。そんなの。なんだよ、もう青とかでもいいし。はい、サンケン。何すか？何ですか？で、怖いでしょ。じゃあやりますか、皆さん。はい。うん、ね、一本ずつ誘う。いいよ、真面目にやろ。出たよ。ふーんとか言ってたし。真面目やろ。真面目やろ。抜いた。ちゃんとやろ、ゲームは。な。ちゃんとやろう。じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。待って、それだからだ。そうだな。何のものか。田中、まあ、おとででいいよ。こい。これ真面目なんだ。公式、公式ルール。うーし。マジで、うるさい。ねえ、びっくりするやめて。声とかに。人のもやってくれる。サメ。何？ない言葉よ。この絵。
ないです。ちょっけ。ショック。ゼバちゃん。あのケンポ。ねえ、なんでこんなに。いや、もうそろそろ、もうそろそろ。これやばい、これやばい。レイナないよもう。これか。おお。パスタ結構いいやつあるからすごいもんだよということで、ゴロさん罰ゲームもう、宇佐美さんがね、一発芸とか何でね、物前とかしてもなんか面白くないんですよ、うん、ね、臭い臭い変な蜜がついた変な蜜がついた何が必要になります？何？あ、モノマネじゃないってこと？もはや。アイス買ってきてもらおうか。いやいや。あ、いいじゃん。いいよいいよ。アイス。アイス？うん、何アイス？だから俺らに合ったアイス。あ、いいかも。これが。え？俺らっぽいアイスを。いいねいいね。だけどレナと鈴木さんが本当にどうか好きかどうか。そう。え、で一個ずつでいいよ。好きだったら。好きだったらありがとうって。ありがとう。で、そんなだったらそんな。そんなって言って終わるそんなだなって言って終わるやつこれじゃなかったじゃあいいよいいよじゃあ行くやつ決めようぜゲームいいよ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 罰ゲームをいいよっていう係を決めてたんじゃないか本当にもう分かんないやつですね大地さんね大地さんだけは俺の苦手ですよね俺の歯ですから大地さんまた歯って言うの俺の歯ですからもうそれ大地さんは歯歯来てるよめっちゃ思ってんのじゃあ行ってくるよじゃあ俺行くよ、うん、でも1分で帰ってきてください雰囲気雰囲気っすか雰囲気は無理だろじゃあ2分2分2分じゃあ 2分な OK 行ってくるようん行ってきて、うん、超嬉しいだってお腹すいとっちゃうじゃあもうちょっと出れましょうかじゃあ五郎さん行ってる間に、うん、ちょっとこういうのが本当は欲しいんですよって正解言っとこえやちゃん面白くないあみんなにそう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 言っとくどっちがいいどっちがいいちょっと待って帰ってきてちょっと待ってちょっと待って何あ先に行ってくるか言うあれ、うん、あのねこのまま来てもらってあえでも画面に映るってことえダメでしょえよろしくお願いしますはいこちらこちらはいえ、これ何ですか欲張りクォーターピーター欲張りクォーター頼んじゃってあとこちらコンソメポテトコンソメポテト生配信してるんですよ今そうです、生配信声出演してます今はい、完全にあ、切るのはいこちらお飲み物ですありがとうございますお飲み物はロコはい、ありがとうございますピーターさんのねそうですね、はい、カッテージスチーズとはいクルミとキナーさんはい、どうもドレッシングありがとうございます嬉しいですすいません、出演ありがとうございましたありがとうございましたラベンダーってしますかラベンダーっていやもう知らんけん、ごめんなさいありがとうございますそう、実はですね、これなんでこう来たか頼んだほうあ、頼んだほうじゃん伝えた方がいいんじゃない見てくれてる人にこれ聞いてなかったのにこれがなんで来たかわかんないじゃん、みんなあのね、レナお腹空いてたんですようんじゃあね、ピザ頼めばって誰かが言って、うん、さっきパソコンで頼んだレイナがそう放送中に呼び寄せると思って本番始まる前にピザとか頼めたけ照明の時間がなかったっちゃろうな、うん、そうでもおかみさん待とうピザはピザはねまあまだあったかいあのねあだから早かったんじゃないアイス買いに行かすのトマトでしょ絶対アイス食いたくなってでも先に食べようも買ってきてくれるのアイスあそういうのできるタイプありがとうございますありがとうございました。ピザーラさん行こう。スペシャルゲストです。そうね。でね、はあはあ、さっきインスタには書いたんですけど、うん、俺ね、今日麻酔してたんですよね、歯に。ね。感覚ね、戻ってきた、やっぱり。もう大丈夫だ。さっき全然ダメで、マジ噛んでしまうじゃないかと思って、ほら、いっぱい歯大丈夫って言ってくれたけど、うん、大丈夫で、もう感覚戻ったけん、うん、もう食べれる。だからさ、いや、嘘だろ。ほぼ食いますかね。ここだってほら、ここどこだと思ってるんですか？レストランです。でこれをみんなでさ、使い合う。
出ないよ。俺らはちょっとな。は？でもこれをちょっと用意しフリフリしよう。これ何サラダだっけ？これ泣きぬわのサラダみたいなやつです。沈めるぞ。超するかそんなこと。超おもろいやん。沈みたくねえわ。いやなんかね、レナ歯医者好きなんですよね。あ、そう。歯医者の匂いって良くないですか？なんかこう。全然嫌だ。嘘。なんかこう。すごい綺麗になれる気がして。あ、返した。あ、帰ってきた、おかみさんが。買い物おじさん。ほらほらほら、なんか入れ違ったもん。おかしいなと思ったんだよ。あ、めっちゃうまそう、このさ。これシャカシャカしよう。え、そういうやつなの。こうやって混ぜようよ。ただいま。どうもいい。はい、ゴロさん買ってきました。買ってきましたよ。アイス、俺らの。先に食べよっか。アイス、アイス、アイス。アイス、うん、え、だ、いいよ、どっちからでも発表してください。どっちからだっけ？いいよ、どっちよ。鈴木さん、これ行く？俺が今食べたいなっていうアイス。あ、レナちゃん、いいよ、いいよ。いいよ。何や、目つぶって食べて何か当てる？どう？またそれやんだ。いや、もう、放送1回目でやる。レナ見てないよ、だって、まだ。あ、レナちゃん見てないから。あ、いいよ、いいよ。じゃあ、開けれていいの？レナの手にちょうだい。じゃあ、目つぶってんの、本当に。じゃあ、皆さんに見せるよ、これ。はい、うんうんうん、はい、なるほど。レナが好きなとこだろ。いや、俺はそうそうそう、分かる、正解は何ですか知らないけど。待って、いい、待って、いいよ。レナの手にちょうだいね。この子は棒やろ。え、はい、で何か分かった、もう食べるよ。はい、じゃあ、ちょっとどこですかね、ここら辺。あ、待って待って、口の感覚は頼むわ、自分で。ここ距離、この辺、うん、来る？いけるいける、結構大きめに上げて。当たらないよ、どこ口。行けよ、行けよ。痛い痛い痛いよ。いただきます。一回当てればいいの、口に。ここね、あ、そうするとか。いや、グロスついとけさ。ゲームのオチが遅いんだよ、お前。味はまだ分からんけど、どこのアイスかわかるよ。おお、うん、ハーゲンダッツの、うん、おい、さあ、何でしょう。何味かな、これは。いや、ここまで尺使うさすがですよ、田中さん。30分経ってっからね。バニラ？キャラメル？お、キャラメル？キャラメル、そうだね、正式名称はわかんないけど、そう、キャラメルだった。キャラメル、さすが、さすが。そんなのや、あ、ベラスブルース。これ絶対鉄板じゃない？いや、チョコレートが好きなんです。でもね、ハーゲンダッツのキャラメルは好き。まあ普通に食べてるもんね。うん。いや、美味しいは美味しいじゃん、ハーゲンダッツ。あの、大好きやけど、うん、あの、アイスの中で一番好きかって言われたのはチョコレート系が好きなんですよね。で、今もチョコレートだったら欲してたの。うん。あ、そっか、俺ちょっと一個忘れてた。レイラちゃん意外と庶民派だっての忘れてた。いや、いい意味で。え、そうなんだ、忘れてた。俺、ベタに、うん、やっぱこういう美味しいやつ一番いいのかな。なるほど、なるほど、なるほど。自分でハーゲンダッツあんま買わないんだ。まあそうだよね、うんうん。そんな感じがしたわ。ガリガリ君でも、ね。違うよ。あれだね、スーパーとかで、アイスクリームが安い日に、70いくらとかジャイアントコーンとか買いだめする。ねえ、なんで？なんで？いや、まあしょうがない、それは。ごめんなさい、すいませんね。でも美味しいでしょ？うん、すごい、怒り狂ってる顔が。え、俺のは俺の。行くじゃん。うん。俺別にもう当てなくてもいいよ。いや、当てた方がいいよ。あ、そう。目つぶって。コンビ愛を。コンビ愛。じゃあ、目つぶってください。コンビ愛とかじゃないでしょ。美味しい。ピザが冷めるよ。そうなんだよ。もうピザの匂いがすげー。来たのは、これです。え、やばくない？はい、やばくない？じゃ口開けてください。待って、何するって見えてないかも。え、俺手で持っていけないの？あ、手で持っていけない。口開けてください。口開けてください。あの、ロアイスボックス。あ、違う。
しい。なんかバナナっぽいやつ。お、海外くん、海外くん、味が分かるまで飲み込まないでください。うん、ロボット味が分かるまで飲み込まないでください。実験だぜ。ダハハくんより別にまずない。正解聞くじゃん、うん、正解は、いいの見て、事務所の冷蔵庫の端に事務所冷蔵庫の端についてた氷。氷か、氷みたいなやつ。バナナみたいな。バナナみたいな。事務所の冷蔵庫の端についてた多分古くて固まった氷みたいなやつが正解でした。でもドライアイスとドライアイスじゃない、だって手持ってたじゃん。だって確かに慣れとこ切れた。これ冷蔵庫に入れてきました。いやじゃあディスってよかったら。バナナみたいみたいな味。いや、鈴木さん頑張ってください。ありがとうございます。全然大丈夫でしたけど、結果ね。やばいわ。腹壊してあるもん。じゃあ食べようよ。これみんなに見せよう。なになに？今日の夜ご飯です。イエーイ。あ、うまこれね、欲張りクォーターといって、実はね、ピザーラさんの30周年記念で、出たやつでめちゃめちゃうまいの。で安かったよ。嬉しい、安かった。ちなみに僕昨日も食べてうまかった。しすぎるよ。でもレイラもね、弟とピザ頼むときにピザ頼むんですよ。ああ、はい、確か、うん、ちょっと写真撮ってよこれ。ねえ、レイラの携帯は？あ、さっきのピザのやつ。あ、下に置いとった。おー、びっくりした。お願いします。ほら、CM がね、いつか来るよ。これ放送中に写真撮ってたよくわかんない。ファンにもう1枚ファンに。しかも2枚 CM がね。いいやん、来たら嬉しいじゃん。俺ら3人でさ、じゃあレナもインスタ載せよう。あ、いいよいいよ。あ、じゃあ写真。いいよいいよ。え、一人とかはいらん。いいよいいよ。大地さん言ってますよ。大地さん、大地さんも言い返してやれよ。これいいやん、これ撮ってください。これないとこ消えてしまった。大地さん、オカミいたんですか。みんな、みんなでさ、あ、ちょっと寄りで。来てるよ。あれ、ちょっと、その、しょうがない。あ、オカミ。あれ、消えてる？あれ、いいの？あれ、もう充電なくなった。あ、そう。よろしくお願いします。ゲルっぽく。今、入ってみて。ありがとうございます。食べようかね。すいませんね。ありがとうございます。で、サイドがコンソメポテトだっけ。そう、コンソメポテト。わー、おいしそう。味は、ね、はい、はい、すいません。ありがとうございます。いや、でもどうなんだろう、みんなご飯食べながらとか見てくれたりしてる人もいるのかな。あ、でもこんぐらいの時間に食べる人いるんじゃないですか。いや、全然いるでしょ。ご飯食べました、皆さん。食べた。知ってよ。確かにね、この時間はね。じゃあ、サラダ食べていい。箸もらえます？あるある。じゃあこれにこれを取り皿にしたら。結構食べてない人がいっぱいいる。お取り皿。え、何？すごい笑われるんですよ。お取り皿やろ。みんなお箸で食べよう。いただきまーす。食べようよみんな。うん、一緒に。すけ、なんで怒りながらとっくに食った？とか書くの。なんで分かると思う？もっと怒んないでいいじゃん。食べてペロー。ってさ。そう。可愛いコメント。え、なんで怒ったってコメントで分かるんですか？怒ってんの。どうやって、あ、いいじゃん、マグマグとかかわいいよ。いやいや、チャーハン ね、聞いてみんなさ、文章で怒っとうとか楽しんどうとかわからんけんね。食べたケロ、かわいい。そうそう、食べたよとか、ほら、こういうこと、こういうこと。ねえ、オカミさん、唾飛ぶ。一番厳しい人はここにいるんだよ。だって嫌やん、ご飯に飛んだら。あれ、飲み物あるんですか。いただいてみます。誰だ、家族でご飯食べてるやつ今。いや、家族で見てるやつだよ。どうか家族で。最高、さすがピザーラさん、うん、だって予想以上の速さで来てくれたからね、やっぱね、うん、野菜って美味しいよね。しかもデイガちゃんがあんま食べてる姿ってあんま見れないからね、うん、俺もあんま見たことないもん、田中麗奈が飯食ってる姿。そうね、いや、あんまない、あんまない、やってるけどさ、食べることそんなくない、あんま食べないじゃん。めっちゃ食べる。いやいや、人前で
猫と一緒じゃん、なんか人前であんまり最後もなんか室に持ち帰ってくる影みたいなのが行くじゃん。食べるよちゃんと。いや人前で食ってんの見たことないな。ねえ食べたら。ねえちなみにタルタルチキン食べたいけどどうしようって。どれがタルタルチキンか。あこれか。えいい？じゃあ食べようか。うん。俺もサラダ食べたい。あ食べり？俺もまあいいや。あサラダ食べようじゃみんなでサラダ。あれやろ？食事の順番気にしてたろ年やけん。クソジジ扱いしちゃうんだよ。そうだよ。レナちゃん20？なんか。20か。いくつでしたっけお二人さん？今年5。うん。うめえ。うまい。うん。うまい。え、リアクションせえや、もっと。食べり食べり。だってほら番組っぽいやん。普段食べて一人でおいしいとか言います？俺言うけど。いや、言うけど。食べたけどは言ってくる人。言うけど。うまっ、うまい、これはうまいね。うまい。そのおいしい、なんかね、くるみが入っとってね、アクセントになってません？食感の。わかります？単純ドレッシングうまくない？え、マブドレッシングよ。あ、うまい。うまっ。ここもうまい。どうなの？楽しいの？いや、食べてるのって見てられるよ。まあね。うん。うん。わかる。うん。寝れる。それこそ最初のことで言ってるね。うん。大食いみたいなね。木下ゆうかさんね。うまい。眠くない。なんか食べてくださいよ。いや、さっきからそんなさっき食べんなって言うから。喋りながら喋ないでしょって言ったじゃん。何？喋りながら食べないでしょって言ったじゃん。汚いって言われたから。今ちょっと口数少なくしてたら。ねえらちゃんってもう度外視することが多いよ。割と最近。こうしなさいって言ってたのをやめてくださいね。おいしいです。分かんないな。な自由やけんね。なんだって自由時間だけね。うん、うまっ。でも番組終わってから食べた方がいいのかな。やめるもん。食べるの喋った方がいい。いや、いいんじゃない。でもこれは見るかねおっさんとピザ食べよう、1枚食べよう、1枚食べてやめようピザ。そうだね、ちゃんとね。ゆでんちゃんどれがいいんだっけ。タルタル。タルタルね、じゃあ僕もタルタルね。じゃあもうタルタルはないね。ないよ俺、あの、ね、明太ツナでよくね。明太ツナなんてどこにあるツナ。これ、ツナこれ。もういいよ。ツナと厚切りベーコンとチーズの組み合わせがまさにデラックスなのこれ。いや、だからここの部位はツナと厚切りベーコンとチーズの組み合わせがまさにデラックスなの。でもさ、2人ともそのこれタルタルいくわけじゃん。タルタルはだからいいって。明太俺行かせてくれって。明太いいじゃないですか。 でもこいつがなんかツナとベーコンいけっていう。うまいんだもん。あ、おすすめね。そうそう、あ、おすすめなの。あ、じゃあいいよ、ベーコンいけ。じゃあいや、触っておくか。うん、自分で触る。食べに行って、別に先に食べてよ。やばうまり。おいしい。うまり。めちゃくちゃうめえよ。なんじゃこれ。これなんかカリカリしてない。これはうまい。ピザいつぶりだろ、これ。あんま食べんもんな。これはうまい。うまりうまー。めっちゃうまいね。これはうまい。これおいしいよ、うん、ね、これおいしい。うん、はい、立ち合います。優しい。今鈴木さんの優しさ見たよ。家族で見ようかな。家族で見てる人は俺のことが好きで見てるのかな。うん、家族で感動してますだって俺の優しさに、うん、みんななんか食べながらさ一緒に見てもいいかもね、うん、これ考えた人天才だわ。うん、うまい。うまい。ありがとう水原さん、美味しかった。じゃあ本当のやつ食べようか、うん、残り15。うん、ごちそうさまでした。うまかった。何します？
うちトランプジェンガも余ってるけど、もうそういうのはいいっつうの。ジェンガね、なんかもうこっちでも確かに。え、これ飲んでいいの？それかビールのことよ。それもビール気に入ってない。まあね。でも酒飲まれんけん。いやー、でもいいですね。つらつきは。おいしい。今日ちゃんとご飯食べたの一食目。え、なんで？排水。あら。今見てる4000人の方は知らないんですよ。4000人も行った。ね、なんか何、なんか最後なんか何話すの？歌を今後歌えるかとかさ、そういうこと。言ってて。それはまだ分からんけんさ、分からんことは思う。じゃあさ、もう4回目ぐらい。4回目ぐらい。じゃあ1ヶ月ぐらい。やったわけじゃん、毎週行ったりして、レイナちゃんが個人的にやったやつもあったとして、そろそろ外出てもいいんじゃないかっていうのはあるよね。レイナも出たいよ、ロケ的な。出たいよ、出たい。でもロケの場合はもう全てやんなきゃいけないわけでしょ。そのなんか思ったりさ、このカメラではいけないわけでしょ。そうよ。あ、まあでもでもロケってどこでロケやったり、なんかね、とりあえずバック変えたくない？バック。なんか背景飽きたくない？背景。背景飽きたくない。飽きたくはない。背景飽きたくない？なんかだけん。飽きたから。なんかカラオケ屋とかで歌えんとしても、バックがおしゃれなんですよ、やっぱカラオケ屋さんってね。すごいな。うん。だからそういうバックがおしゃれなとこに行ってなんかするっていう手もあるんですよね。うん、バックがおしゃれ。なんだろう、どこだろう。まあ、あとさ、なんか何します？あともう最初からご飯食べに行くぜーみたいな感じやったら食べよっても誰も何も言わないな。だったらこの1時間の間に何店舗か行くとかいいんじゃない？なるほど。それは無理じゃない？前さやったさ、いやいやあれは商店街行ってる。でもそれって許可取らんといかんけん、何軒も行くのは難しいんですよ、物理的に。あからうまで全部食べるかしら。はい。いや、おもろいじゃない。だからそれを頑張るっていうコーナー。コンビニでとか。じゃあさ、今さメモ取ろうよ。あからさ、うんまでの食べ物、うんはないよね。あからわおーまで、おーもないか。おーもないね。か商店街をサイコロで振って、出た数の、例えばこうだったら5軒目のとこ入って、そこで何か買わなきゃいけない。どっちにします？宝石店の可能性。え、宝石店ねえ、どうすると？いや、いいよ、なんで1時間しかないけんね、そんなにいろいろできるって、その通り。したいことがいっぱいあるけど、やっぱね、1時間でね、なんかこうやろうとするとね、なんか長いようで短いようで長いやん、ようで短いやん。はい。だけどなんか変にこう安心して、分かる分かる、それあるよね。でも喋りよけんかな。変にタラタラしてしまおうって感じにしてしまうとさ、いつの間にかもう9時45分やったりしてさ、最後なんかランキング発表してなんかもう終わりみたいな、なんかいつもの流れでね、なんかつまらんと、レイナ、はい、レイナがしようのにレイナもう見てもつまらんもんね。はいはい、だけど、なんかつまることしようよ。だからもう計画的にもうバスってやるわけでしょ。いや、それは違う。違うんだよな。わからん、それは。でもどうしたらいいと、なんかもう瞑想しそうよ、もう。瞑想？詰まることしたいんだよね、そもそも。なんかだ、なんか、何を求めとうと？言う。どうですか？急に。ほら、今日も面白い。いや、それ言ってくれよと優しいじゃん。厳しい原因言っていいの？最近？厳しいけど最近？厳しい件解禁ね。解禁していい。解禁して。なんだ。だから今までもレイナ政権だったから。レイナ政権に今言えずにいるのよ、みんな。厳しい件を。いや、めっちゃ出ようよ、もう。通報されるから。いや、マジで本当にレイナの機嫌とくれたら本当通報するわ。アカペラで歌ってるのかね。せーの。世界に一つの芸の発見。やっぱこうなるよ。そらそうなる。そらそうなる。あと、オカミ裸に見える、もういいから。もういいから。オカ
けて。裸に見える。もういいから。何回目だよ。でもね、上半身裸なのにハットはかぶろうと。でもね、あれかもね、実物見ると本当にちゃんとなんか黄土色のセーター着てるんですけど。そうだ、説明せえ。でもね、このね、映像で見ると説明せえ。せえちゃん結構バックとね、あとしなんかね、顔と一緒なんですよ、色が。まあ、それはいいて。そこはいいて。着てますよ。人をとて。人をとて。なんする？だからそういう、だから頭からちゃんと企画やろうよってことでしょ。ゆるーっと始まんないで。あ、うん、なんかゆるならゆるいって言っちゃうけど、なんかこう今何するみたいな決めるのが嫌なんですよ。この映像中に。一応決めては来てるんだよ。ゲームだってね、だってね、前回だってさ、何の問題やるいいですかって出して、うん、前回もね、なんかなじゃあ問題ポンポンポンって来るかなって、はい、レジェンドが答えてかと思ったら、ここでね、どれやるみたいな感じなんですよ。なるほど。これ事前に決めれるやろみたいな。なるほど。ああ、そのどのクイズを出すかってこと。そう、その時間がね、レジェンドが視聴者やったら怒る。あの鈴木って。あ、なるほどね。じゃあ一個いい。よくない。よくない、よくない。こっちよくない、よくない、よくない。それよくない。こっちからそれはよくない。もうソニーさんも一社提供でやってますから。え、でも本当になんで切れるんですかこれ、マジで。あの笑い事とかじゃない、切実に。バッテリーがみたいになってる。バッテリーが悪いんですか。え、でもしょうがない、しょうがない、レナちゃん。でも繋がってんですよ。繋がってます。確かにね。じゃあ、なんか待って、あの、ピサピサ。じゃあ来週やることも決めよう。来週はもうパシパシ切ろう。もう何するんですか。やるよ、じゃあそうやってやるな。今日ね、なんかもうちょっとやっていいんだよ、配信。ちょっともうちょっと決めてみよう。うん、いいよ。じゃあ一つ目の候補は、50音順の全てのものをコンビニで買ってくるレース。それいいですね。なんて書きましょう。コンビニでいい。コンビニレース。あいうえおコンビニレース。あいうえおコンビニレース。はい、サイコロ商店街。これいつかね。 あ来週を決めて。どっちがいいと思う。いっぱい企画を出して。そうだね。こんなの見たいって言うのもいいんじゃない。あ、じゃあ全部でってこと。そう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 。でもさ、これさ、はいお願いしますとか言ってもさ、みんなバババババって書くけど、どれをさ書いたらいいか分からんね。どうしたらいいか。だから4個ぐらい出してアンケート最後やればいいね。頭いい。4個ぐらい出して最後にどれがいいって決めればいいよね。そうします。投票4個ぐらい出して最後にアンケート取ればいい。キッチン使えないの。だってなるほど。どうなんでしょうね。でもね、誰もね、なんかそのね、できますとかね、こうパンって決めれる人がおらんと今。だからそういうめんどくさいのは全部やんなくて、4個出してアンケート取ればよくない？わかりました。コンビニレース？だからコンビニレースはできそうじゃん。最高商店街。最高商店街は多分、あ、来週は無理じゃん、まだ。あ、来週から決めるじゃんね。あとは、乳首相撲。ビキニパーティー。参加したかったけど全然なんかエロい感じの思い浮かばんやったこれ。何人かマジで怒んだよこれの。大きいな。あと何だ。何するとかやな。何し、まあだから手軽にこの辺でできるもの。なんかそうね。まあそれか、コーディネート対決みたいな。レイナちゃん。難しいか。俺とケイタがレイナちゃんに何か服を買ってくると。それまた電話せないかんよ。今日いいですかって。扱いますよっつって。それは大丈夫じゃん。買ってきとけば。めんどくさ。どこでレイナが一人で買いに行くの？先に。あ、まあだからね、ちゃんとやる場合はそうだけど。もう喋るのが、いつ喋っていいのか分かんない。怖い、怖い、怖くなっちゃった。待って待って、来週やろう。来週までにやろう。そう。やだよ、そんなじゃないから。じゃあ、折り紙、折り紙。じゃあ、先ほどもあったけど、アカペラ歌がって。ああ、なるほど。アカペラ紅白。アカペラ紅白歌がって。いいじゃん。あ、これはこのレイナの自由時間テーマ曲作る。作曲できるかな。なるほどね。歌詞とかをいただいたりとか。うん、そうそうそう。レイナの自由時間テーマ曲制作。制作。レコーディングするってこと。いや、まあ、作って、それは、まあね、反応が良かったら、うん、
まあこうやって流すってこと、バックで、あれバックでも流してもいいし、路上で歌いに行ってもいい。でも面白いそれ、でしょ、ゲリラライブ。そうで、あと1個乳水棒になっちゃう。え、やだよ、乳水棒になっちゃう。画像が、あ、消えた画像。こっちだけ、あれこっち大丈夫か、大丈夫か、流れてるか、みんな、みんな見えてるか。あ、でも見えたちゃろね、消えたと言わんもん。大丈夫け、大丈夫、消えた、あ、来た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 。じゃあもうこのさ、画面消えた時のレイナのテンションの下がり方やろ。めっちゃ怒るな。だってさ、許せんよ、生配信中にそんないっぱい消えた。そうやな、それはな、レイナが見てたら怒るな、見たら怒るよ、うん。え、なんがいいですかね。朗読は？なんの？絵本。あ、それを、うん、なんか役になりきって読むみたいな。それぞれ。なるほどね。あ、そうでもないみたいな、やめようか。絵本って役とかあんまないか。ちょっとなんか本よ、なんか赤いアリスじゃなくて、赤いアリスじゃなくて、なんて。赤いアリス。青いウサギみたいな。何？赤いキツネ。緑のタヌキのこと。赤ずきん、違う、なんかあるですよ。赤木のあるの違う。なんでしたっけ、なんでちょっと強いね。あと1個はもうベタだけど、めちゃめちゃこのファンの方というか、うん、見てくれてる方とのもう45分大討論会。もうだからこの人たちの分にめっちゃ返すみたいな。あ、質問大会だ。そう。ああ、なるほど。それでもいいね。まあそういうのも一回ぐらいやってもいいかも。そうですね。それにしない？コメントでいいじゃん。コメント大会？これとりあえず今だから、そうだね、コンビニレース、アカペラ、歌合戦、テーマソング作成、質問大会。これでアンケート取るってことやろ？そう。あ、1、じゃあ皆さん発表します。お願いします。1、コンビニレース。はい。2、アカペラ紅白、はい、3、テーマ曲作成、はい、4、質問大会のどれがいいかアンケートを取りますので、はい、ま、ポンってまたみんな押してもらって、お願いしますね、お願いします、はい、それではラリーゴー。おお、いけたもん、なんかそれぞれやね。あ、本当だ本当だ、お願いします。これ制限時間どんくらいなんだ。10秒、決まってるんですね。あ、終了までいけるんだ。でもうちょっといこう、もうちょっといこう、うんうん、もうちょっといきましょう。じゃあ、あと10秒でよか。あと10かね。10、5の乳首相撲もあるよ。5の幻の6、5、4、3、いかない。終了で、とりあえず、うん、あ、もう来ました。3、え、テーマ曲だ。へえ、一番コント思った。待って、3のテーマ曲が1位で、はいはい、2位がコンビニレース、3位がコメント大会で、うん、ビリがケイタが言ったアカペラ。いけよ、俺がコンビニレースって言ったよ。ねえ、レイナね、コンビニレースもやりたいけん、じゃあ今度さ、テーマソングやってからコンビニレースしようよ。あ、でも確かに僅差なんだよ、意外と。そうだね、全体的にね、めちゃめちゃ剣、1位と4位にはちょっと差があるけどね。でも 10% ないってすごくない？うん、そうだね。まあね。おお。あ、いいじゃん。じゃあ、これいいじゃん。とりあえずやりますか。うん。テーマソングを作成しよう。じゃあ。もう来週しますか。そうやね。でも1時間全部使い切れる？それで。いやー、やりだしたら長いと思うよ。うん、真面目にやったら。やるのは無理、飽きるの。それは。うわ。え、だってさ、ここのコードで、ここの音でみたいなの本当に嫌い。なんかもう本当に嫌いです。もう作ってきてほしいもん、なんなら音楽は作ってきて。で、歌詞をここで考えるっていう感じならみんなにも聞けるけど、曲はさ、どういう風にできますかって。曲は聞いて、曲はどういう風にできますかって言ってもさ、コメントのみんなはさ、参加できないじゃないですか。そうだよ。でも歌詞はやっぱりこのワード入れてよみたいな。うんうんうん、逆にそういう方よ。いい。ガチになる、ガチになる。怒られるから。うん、この遊びでできない。遊びでできないから。本当？ビブラート強いし。うん、いや、それはいいじゃん。でも歌うまいよ。うまい、めちゃめちゃうまい。でもビブラート強いから今日はやる。でも拓井さんの歌好きよ。そうだよ。いや、それ嫌いじゃん。さあ、泣けたせよ。で、それ最高。拓井さんも最高だけども、ちょっとテイストが変わってくるじゃん。本気でなんか歌ってきちゃってんじゃん。でも拓井さん本当に呼んでって言った、これね。
タクイさんが、うん、でショールーム始めですよって言ったら、うん、マトセマキさんとかレイネちゃんそんな来るか行かせてよさ負けさせよ何よ Yes my way Yes my way大気晩成さあ大気晩成だよあれはねちゃんと大気晩成大気晩成さあ、行きばんせい。わほー。罰ゲームでそれ言えよ。信号待ちの信号が青い変わりバスは街を抜けて走り出した低く行くんでね。状況はどういいよ。行きながってそれなりになりになりに気になったろう愛に気づいてくださいなんでいきなりフィニッシング真面目にやれお前は俺たくさんのこの場できねえよ真面目にやれほんとに来週は歌詞決めましょうかね他にも一気に冷めた一気に冷めたわかるいいねえ、びっくりされたのになんでペニシリン完全に負けたんじゃん今のは、うん、ちょっと今のは本当に苦しかった KYK だね空気読めない K とかそう KYKKYK、ああやられたもう今のタクイさんに失礼わかるごめんごめんタクイさんに失礼だろお兄ちゃんがいてたちょっと似てないちょっと今ねオペラみたいな惜しい惜しいあ松原さん入ってた松原さんクリスタルボイスだったら何もまだできんよやってみるやってみようかあれはB メロ B メロ大丈夫の B メロ、うん負けないでと負けないでとシーカースタバのカードあげるよ持ってってくれスタバのカードだよコロちゃんスタバのミュージックでモノマネちゃいくいいんですよスタバのカードくれんなよくれますけどいいんですよあ面白いいいなれな欲しいくれるよ松村さんいいよ松村さんにじゃあ連絡しようスタバのカードくださいよ急に言ってやばいやつやばいねスタバのカードくれていう田中やけいやいや特に直るわじゃあ来週は、はいはいはい、みんなで歌詞を決める大会かな、うん、あでもそうさっきの止められたやつって止められてからずっと喋れてなかったんだけど、うんうん、曲は曲、ね、その場で作れる5秒変な話そこそこちゃんとしたの、うん5秒で本当にそのポップでやってみてよ。いける？1、2、3、4、5。さらけ出せよ。もう愛に気づいて。それが怖くて。やめた。やめた。そのマッキーか。やめた。これ冷めたやめるんですよね今のは。冷めた。冷めるわ。俺下のものにはできないハメるわ本当に冷めたもういいもういいほら家族で見て家族で見てんだからもあ冷めてるじゃないよ家族で似てるねだからありがとうね家族さん本当に家族さんっていう名前やろ、うん、いやまあまあ歌詞決めましょうめっちゃ笑ったわうん結構感動が作れるから、うん、そこまで行けたら行こうよっていう感じでいいか、うんうん、いけそうじゃないですか。でも今後のテーマソングになるかもしれんけん、はい、簡単に決めたらね、これになってしまうけど。あまあでもそれが良くなかったらまた変えてもいいから。そうだね、そうだね。あ、そっか、うん。歌詞考えたいですってほら言ってくれよ。そう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 。みんなで考えようよ。じゃあさらけ出せよは入れようか。タイトルが。いやダメ。タイトルがね、さらけ出そう。さらけ出そう。じゃあ分かった。さらけ出せよ。せよ。せよ。さらけ出せよ。ああもろまあ、そういうとこから決めていきましょうOKOK じゃあちょっと皆さんもなんかフレーズいいそうね確かに確かにこれを入れたらそうそうそうっぽいんじゃないかっていうレイナの自由時間っぽいちょっと一言ぐらいねうんなんかそんな入れてもらってうん上位優先で頼みますよ本当にじゃあ上位発表しますねそうですねはい、はい、3番今日もワンツースリーいきますお願いしますワンツースリーからいきます
今日もたくさん見ていただいて皆さんありがとうございました。じゃあもう5500人いったもん。おおすごい。すいません、あの下の方まで行こうよ。下っていうの、あ、うわうわすごい。下の方もランキング見てるんだけど、累計今まで5回、うん、うんうんうん、こんなにねたくさんの方が見てくれてます。いやありがとうね、本当に。あ、違った、うん、切れた。お、そうそう、肉に。はい。はい、どうしよう。はい、ということで、はい、3位の方、発表します。お願いします。はい。2円。リンさんかな。リンさんかな、多分。って言ってよ。いやいや、もう、ドロロやってください。多分リンさんです。じゃん、はい、リンさん、リンさん、リンちゃん、リンちゃんで、リンちゃんもいつも多分、ね、あの、見てくれてますよ。うん。ね、ウィーだって、いつもね、見てくれてありがとう。リンちゃん、どこで見てんの、ちなみに。聞いちゃうそれ。まあまあちょっとぐらい話そうよ、せっかくは。住所、住所そういうことじゃなくて、家だから移動中に見てるとかさ、あ、まあいろいろ。リンさん、そこで見ようと、リンさん、家じゃあ淡泊に見えるけど、本当家かもしれない。あ、家かもしれないね、うん、そうそう、文字は伝わらんけん。ありがとうね。2位、はい、はい、ドゥルルルルルじゃん、たかゆきワン。たかゆきさんワンですかね、これ。たかゆきワン、これ、たかゆきワンで名前合ってますか。たかゆきワン、たかゆきさん、下の体でね、わかった、たかゆきさん、あ、ワンセブン、たかゆきワンセブンさん、モーニング娘が好きなんですね。あ、でもルナがアイコン、そうだ、ありがとうございます。たかゆきさん、たかゆきワンセブン、質問してよ、たかゆきさん、1個ぐらい質問、あの、好きな食べ物は何ですか。お、いいよ、気になるな、たかゆきさん。たかゆきさんにコメントとかできるかな、さっきからしてない気がする。たかゆきさん、あ、うん、たぶんほら、あ、できないのかな。じゃあ今、あれ、あれ送って、シンパシーじゃなくて、テレパシーじゃなくて、あれよ。あ、来た来た来た、お寿司かな。お寿司かな、かっこいい、ちょっとナルシストかな。言い方的にはケンそれっぽい、お寿司かな。え、なに、別に普通やん、今やこれの顔が。第1位は、はい、あ、もう言ってんの、ズルルズルル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 ドゥルル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 ルでもね、多分ね、レナが思っと大地さんなら、うん、大地さん、いや、俺の知ってる大地さんって俺だもん。マジで言ってみようか。大地さん、誰のファンですか。私は上場よりタイムマシーン3人だねそこ聞いたね、そこじゃねえはい、ということでね、結果が出ました。上場より3号です、うん、そこじゃねえということで、はいはい、今日はね、ちょっとあの、うん、照明がね、遅くなっちゃって、ね、時間内にできなかったから、ね、10時過ぎまでちょっとやっていただきました。そうですね、延長戦で、ね、10時か、もう終電大丈夫。もうそうね、レナ21時に終電来た。シンデレラだもんな、うん、シンデレラだったら12時だ。そうだということで、はいはいはい、今日もね、レナの自由時間自由にお届けしてきましたが、はい、いかがでしたでしょうか、うん、それでは来週もゆるーくやっていきますので、はい、決して指図はしないでください。そうよ、通報されるぞそりゃそうよ、通報されるぞ。指図は通報しようもん、うん、それで通報、うん、はい、ということで、また来週お会いしましょう、はい、皆さんご一緒に、おっかもうやめろもう今のはさ、終わりでいいじゃん。今のはもう俺は言わないよ。で、前回からおかみ貴様、貴様、おつかね、いつも言っとるだろ。行くよ、俺が言うから、大塚は。なんで、え、じゃあ俺大塚って言うよ、俺が大塚って言う。違う、違う、違うって言ってから大塚って言って。じゃあ田中でいいの。大塚ちゃうちゃう、大塚ちゃうちゃう、田中なんだよ
いいですか、最後。もう大丈夫か、いきますよ。じゃあ皆さんいきますよ。大塚チャウチャウ。大塚チャウチャウ。田中レイナー。バイバーイ。結果田中レイナ。名前を言っただけ。